私にはどうすることもできないって本当は分かってる。大好きなのに、サスケくんをこんなに思ってるのに、寄り添うことも差し違えることもできずに、こうやってまたただこねて泣くことしかできない。みっともないよね。ほっと、さくら、ありがとう。でもサスケくん、少しでも私のことが心の隅っこにあるならお願い、もう遠くに行かないで。ずっと一緒にいれば、いつか昔みたいに。お前は本当にうざいな。桜ちゃんに現実までかけることはねえだろうが。このままじゃこいつは俺たちを追ってくるだろう。邪魔になる。桜はお前を助けたかったんだ。ずっと恋愛ごっこでも楽しめってのか。俺にはこいつを救う道理も好かれる道理もない。理由があるのは人を嫌いになる時だけでいい。それに桜は今お前を自分のものにしたいんじゃない。ただお前を助けたいんだ。お前に殺されかけたこともあるこの子が今でもお前のことを思い涙を流すのはお前を愛して苦しんでいるからだ。